どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで皆さんの大好きな曲弾いて歌う弾き語りができるようになりますよということで、超簡単ウクレレ寸動画日々公開しております。今日も真夏デーを張り切ってやっていきましょう。さあ、今日取り上げたい曲はこちら、ドーン、真夏に歌いたいキンキキッズのジェットコースターロマンス。これ真夏の歌ですよ皆さん。もうこのほとばしるね、もうエナジー感じながら弾いていきましょう。この曲はね、1998年です。いやー、もうパワフルな時代、まさにそういうね、なんかこう時代感もね、こうこの曲にはたっぷり詰め込まれてるんでですね、元気出てきますから。さあ、やっていきますよ。今日はですね、G-LOVE のガズモデルウクレレとシンプル簡単バージョンでは、こっちの初めてウクレレ使ってレッスンスタートしていきます。この初めてウクレレはですね、 Amazon でですね、即時にゲットできるようになってますんで、Amazon で初めてウクレレちょっと調べてみてください。よろしくお願いします。はい、そしてですね、タワーレコードでこのイベント、インストアライブイベント開催です。この黄緑色の本ソングブック6の発売記念イベントなんですけど、こっちの本は、8月17日に全国発売で、それを記念してこっちのイベントが行われるんですけど、ぜひ皆さん来てください。これ3カ所なんですけど、8月18日東京渋谷のタワーレコード、8月24日長野県上田市のタワーレコード、9月の8日8日は大阪府八尾のタワーレコードで行われます。どなたでもお気軽に参加できてできるイベントですね。ウクレレ持って駆けつけてほしいんですけど、あのね、この3店舗さんで、この黄緑色の本の予約、をしていただくと、電話予約とかね、インターネット予約もできますからね、していただくと、この本にガズがサインをして写真撮ったりとか、イベントの時に前の方のね、エリアにね、優先的に入れるというね、すごい特典がありますので、ぜひこの3店舗様で、予約などお願いします。ぜひこれ来てもらいたいんですけど、とにかくウクレレ持って大合唱しましょう。詳細概要欄に貼っておくんで、詳しくチェックしておいてください。で、この本を含む今こう出てるガズレレ G ラボのね、楽譜リットミュージック社さんから、出版してる楽譜が20万部突破、ありがとうございます。本当すごいことでございます。これを記念しまして、このガズレレフェア開催です。このガズレレフェア期間中、もうちょっとですけどね、8月中旬から始まります。開催中にその開催店舗さんで、ガズレレ本をゲットしてもらうと、ノート、皆さんがご使用できるノート、ガズレレノート特別ノートと、抽選で3名様に、初めてウクレレプレゼントということでですね、こっちのフェアもよろしくお願いします。いやー、素晴らしい。今年の夏もウクレレで盛り上がっていきましょう。さあ、レッスン入っていきます。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者さんでもなるべく簡単にできるようにしている超シンプル簡単バージョン、オリジナル簡単アレンジなんで、すぐできます。これパワフルに歌えますよ。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはですね、これがまたリズムがね、なかなか面白いリズムなんですけど、ちょっとガズレレならではの視点で、皆さんにもね、取り組みやすくしてますんで、ノリノリで楽しめると思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ、まずは皆さん音楽を始めましょう。今のところでちょっと勉強するだけで、これからの人生、自分が大好きな曲を聴くから自分でプレイするに変わるわけですから、ぜひガズレレで音楽始めてください。さあ、それでは早速レッスンスタートしていきます。ジェットコースターロマンス、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からゆっくりとやってみる。 1,2,3,4 1,2,3,4So sad, 黙り込んで
Get Closer Romance ガズレレ流シンプル簡単バージョンゆっくりやってみました。いやーいいですね、このほとばしる夏の感じが出ております。はい、これ結構ガズレレオリジナルアレンジなんですけど、あの簡単バージョンではですね、間奏をちょっとかなり簡単にしてます。で、かっこいいバージョンではこのね、間奏がですね、ちょっとすごく雰囲気があるんで取り上げるんですけど、ちょっとね、あの抑えづらいコードも登場しますよということで、かっこいいバージョンでちょっとご確認ください。まずはね、簡単バージョンで歌をこう歌っていこうぜというのがまあメインのことになってますからですね。弾き語りというのはやっぱ歌中心ですから、これを取り組んでいきましょう。で、このね、あの簡単バージョンのあのガズレレアレンジの長さはですね、これガズレレオリジナルの、ショートカットアレンジバージョンです。1番ずーっとやって最後1番のサビに戻ってもう終わっちゃいました。で、なんですけどこれね、この曲のいいとこ全部ここに入ってるんですよね。なんでまずこれを練習してもらって、慣れてきたら、フルコーラス、コード書き足してやってみるのもいいと思うんですけど、まずはガズレレバージョンで練習スタートしてください。ここだけでもかなりねパワーあってボリュームもありますからですね。はい、でガズレレの動画には歌詞とコードが出てますから、それ見ながらウクレレでもう即座に皆さん練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としてはガズさんの今やったシンプル簡単バージョンに合わせて演奏できるまでちょっと練習していただけるといいかなと思います。一緒に練習できるようになった方おめでとうございます。次のステップどんどん行きましょう。次のステップっていうのは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなというふうに思うんですけど、最初から歌詞とコード全部バランキするのはやっぱり難しいでしょうか。まずは楽譜練習がいいと思います。楽譜練習っていうのはこう楽譜をね、まず見ながら何回も何回も練習してるうちに覚えちゃって、この熱い太陽に向かって歌う、海に向かって歌う、ジェットコースターに乗りながら歌うのは難しいけれども、そんな感じがいいと思うんですけどね。でも楽譜って言ったけどどこにあるんですかってことだと思いますが、安心してください。今のね、演奏はガズさんのこのノートに書いたこのね手書き楽譜を使って今演奏していきました。これイントロなんですけど、これ本当はすごい長いんですけどね、ちょっとまあまあガズレオリジナルのちょっとイントロ入れましたということ。こんな感じで書いてます。これもうちょっとしたらこんな風にカメラに映してみんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、例えば大変便利なサービスガズクラブが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、ガズが今までね、レッスン動画で捉えてきた手書きの楽譜もう山のようにあります。1000曲以上軽くありますからね。その中から毎月5曲お手元にデジタルデータでダウンロードさせていただいて、すぐにねご活用していただけるというね画期的なサービスなんです。でね、このガズクラブメンバーになると、その楽譜を管理できるアプリがあったりだとか、もうめちゃくちゃいいことになってますよ。でね、ガズクラブはその楽譜のダウンロード以外にもめちゃくちゃいろんなコンテンツがあって、まず毎月2回、もう世界中のガズクラブメンバーで大セッションで盛り上がるガズオンというね大セッション大会が毎月2回行われていたりですね、皆さんの演奏動画を発表できる場所がいくつかあったりとかですね、これかなり楽しいクラブ活動になってますんで、ぜひ皆さんガズクラブ、チェックしてください。そしてね、そのガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは大学ですからちょっとねハイレベルなことをやっておるんですけど、こっちは YouTube メンバーシッププログラムというのをやってまして、毎月590円でなんと毎週2回ライブ配信による講義がございます。これもうチャットでねリアルタイムで質問もし放題、答え放題で、でですね、テーマソングを決めて、もうその難しいフレーズのところみんなでわーわーやってやろうということで、やってます。過去のねレッスンとか講義も全部ね見られるようになってましてですね、これかなり濃厚です。でね、16ビートとかカッティングとかできるぐらいの方だとすごく楽しいと思われますんでね、初心者の人はちょっと難しいと思いますけど、はい、ガズレレ大学やってます。あと毎朝7時半からスタンド FM というラジオアプリで、ラジオ配信してます。めちゃくちゃいいこと言ってますんでね、ぜひチェックしてください。誰でもいつでもどこでも無料で聞けるラジオになってます。はい、今言ったこの3つのこと概要欄に、詳しく案内貼ってきますんで、ぜひチェックしてみてください。それでは楽譜の方を見ていきましょう。ジェットコースターロマンス、キンキキッズ、1998年の名曲。はい、はい、これイントロなんですけど、簡単バージョンではワンブロック伸ばしといて普通に4つ弾いたんですけど、かっこいいバージョンではタッ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 キメをやったり、ここ矢印、今日このシンコペーションっていう、これリズムがズコンと前に食い込んでくるんですけど、今日ねかっこいいバージョンは皆さんこのシンコペーションに泣かされます。何が泣かされるかというと、入ったり入んなかったりするんですよ。ここ入ってないでしょ。入ってる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 入ってて入ってなくて、
ここは入っていて、ここ入ってなくてって、これ入ってるとこと入ってないとこがもうランダムなんですね。これがものすごい脳トレです。いやー、今日は楽しみにしておいてくださいよ。かっこいいバージョンも楽しいですからね。はい、こんな感じで写しとくので、皆さん一時停止してこの通りに書いていただくといいと思います。そして今紹介させてもらった画図クラブで、この今写ってるこのノートのデジタルデータの楽譜をお手元にダウンロードしていただいてご活用いただくのもめちゃおすすめ。画図クラブもいいですよ。ガズレレノートの特徴を言っておきましょう。このここに V が書いてあって、これ V が書いてあって、ここでいろいろこれあるでしょ、これ点が書いてある、これで、ね、リズムが分かるようになってます。やってみましょう。せーの、波はジェットコースター、この上に丸が書いてある、コースターで F です。コースター素敵な、伸ばしてる時にこの G7 に変わる、この点とね V がねめちゃ役に立ちます。あと歌詞カードには載ってないこの伸ばすところですね、こういうのとか、あとワンブロックに対しての位置関係というかね、これがもうねめちゃめちゃこのノートにあって情報がたっぷり詰まってて分かりやすいんですよ。ぜひあのガズクラブに入っていただいて、この手書き楽譜ゲットしていただくのおすすめですが、この通りに書いていただくといいと思います。はい、まずこの中でこの矢印マークに注目ですよ。かっこいいバージョンね。はい、でここ立った後、かっこいいバージョンでもこう決めていきますということで、はい。でね、感想なんですけど、今言ったように簡単バージョンは この感想です。 C と G7 だけで、かっこいいバージョンは見て、G シャープ押しと B というコードとかいろいろこう決めもあって、ここかなりかっこいいバージョンでこだわってますので、ちょっとね確認しといてください。今はこっちをやります。これからやるかっこいいバージョンはこっちをやります。はい、なあ、じゃあここまで一時停止で帰ります。さあ一時停止ね。はい、ここにも決めが入ってきます。かっこいいバージョンで、ここから A メロが入ってくるんですけど、ここも矢印マーク、シンコペーションが入ったり入んなかったり、ほらここ入って入って、ここ入って入んなくて入ってみたいな感じで、ここはねちょっとかっこいいバージョンではね、キメがねフレーズちょっと入れてますね。なんでこれちょっと細かくて見づらいんですけど、後でね徹底解説するんで、こことここ同じなんですけど、見といてください。ひとまずこうやって写しておきます。 A メロと A メロ1 A メロ2かな、コード進行一緒で歌詞が変わってくるという感じですね。はい、そしてここ B メロ、 So sweet はしゃいだとんとかですね、ここからね、はしゃいでる感じはよく出てます。ここもシンコペーション入ったり入んなかったりですからね、ここが今日ね、悩まされるこのシンコペーションに。はい。コードはね、結構シンプルなんですけどね。で、この辺もこう、シンコペーション入ってきて、ここ、決めがあったりとか、いろいろ、これかっこいいバージョンでここ決めていきます。で、ここサビに戻る。で、ここサビに戻って終わったよーって感じで。で、エンディングとして、ここですね。ここの感想まで、簡単バージョンはこれをやって、C か G7 をやって終わって、かっこいいバージョンの終わりもこれをやって終わる。こんな感じに、ガズレアレンジしました。さあ、出てくるコード見ていきましょう。これ赤く囲ってるのはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ちょっと一回隠しといて。今日はね、ちょっと場所がないんでね、文字だけですけど、言っていきます。 C と Am と F、Dm、D7、G7、E7、Em7 の、8個だな、8個のコードでできます。でもこれ映ってるのはこれ入門コードのグループ、これですよ。ガズレレ必須コードなんでご安心です。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、ウクレレ初心者の方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループでございます。10個も覚えなきゃいけないのと思うかもしれないんですけど、1個ずつはもうめちゃめちゃ簡単だけど、 いっぺんに10個覚えようと思うとはなかなか頭ごちゃごちゃになるんで、私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、めちゃくちゃいい動画撮って概要欄にね、その動画の URL 貼っとくんで、ぜひそれで、10個のコード覚えちゃってください。はい、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思います。でね、これかっこいいバージョンでこれからですね、シンコペーションといってリズムがズコンズコンと前に食い込んでくるリズムが入ったら入んなかったりするっていうところがすごくですね、結構あの絶妙なところで、これがね奥が深いんですけど、これをやるとですね、歌のタイミングかなり翻弄されるんですね。なんでこの時点で歌の言葉の入るタイミング、波はジェットコースター素敵な風を集める、しっかりこれ言葉のタイミング掴んでおいた方が、この後かっこいいバージョンでリズムに翻弄されることがなくなると思うので、しっかり聞いていってください。じゃあかっこいいバージョンの解説入っていきます。コードがですね、4つですね。まず間奏で出てくるコード2つ、 G シャープ押しからいきましょう。はい、 G シャープ押し押さえるとこ、こことこことこの3つですね。要は G というコードを1個こっちにずらしたって感じなんですけど、まあ、押さえ方としてはガズさんは、こうやって押さえてます。ガズさんこうですね。はい、中指が1弦、薬指が2弦、人差し指が3弦で押さえてますが、これでもいいです。これ人差し指でこう全部1弦2弦3弦押さえてちょいでもいいですし、これでもね、これ G シャープ押し、はい、
でもう一個 B というコードです。 B ってあまり出てこないですけどね、考え方はこの A シャープというあのコードがガズレレでよく出てくるんですけど、この形のまま一個こっちにずらしただけです。ここ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 です。なんでこれがいいですね。今日はこの押さえ方がいいと思います。はい、 B ですね。ここ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 ですよ。はい、これがまず感想のところ。ほいで、次に出てくる、コードはこの2つセットで ご案内ですけど、 C アドナイス、 C アドナイスというのは C 押さえたまま3弦の2フレット、はい、で C サスポっていうのは C 押さえたまま、2弦の1フレット、これ C と C アドナイス、 C と C サスポ、これを使ってあの A メロの中でですね、フレーズ、決めフレーズみたいなのをちょっと入れるんですね。これ後でちょっと解説するので、一応コードとしてはそんな感じで覚えておいてください。で今日はリズムですね。今日ね、あのこの曲本来はバリッバリ16ビートなんですよ。もうあのピー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 って言われて、もうラテンのね、もうねサンバのリズムみたいな感じの、よく夏っぽい感じなんですけど、これねまた16ビートでやるとガズレレでは、ガズレレというかウクレレではかなりハイレベルというかですね、まあ難しいから8ビートで今日はやろうと思います。8ビートでも十分十分中級クラスですから。なぜならシンコペーション入ったり入んなかったりするといろいろあるんですが、これ16ビートでやりたい方はぜひやっていただきたいんですけど、まあさっきみたいに今日は8ビートのチャット、これでシンコペーション連続ですけどね、やっていこうと思います。一応この、まあ一応参考までに16ビートとかアイランドビートも結構いいと思いますね。まあ一応これ書いておきますけど、今日出てくるリズム解説は概要欄に貼ってあるウクレレでできるリズムのいろいろというところで、濃厚解説レッスン動画がアップロードされているんで見てもらいたいと思います。ちょっと解説しましょう。波はジェットコースター素敵な風をやってみると、最初シンコペーションマークってこれリズムがずんと食い込んでいくよというのでやるんですけど、まず今日ね、今日取り上げてるリズムの8ビートのチャでちょっとここデモ演奏してみましょう。聞いといてください。せーの。波はジェットコースター、素敵な風を集めながら、はい、今日はこの8ビートのチャでやろうと思いますけど、おすすめとしては もしやりたければ16ビートも超おすすめだよということでやってみましょう。せーの。波はジェットコースター、素敵な風を集めながら、こんな感じです。これかなり速い16ビートですね。もうラテンでカンカンカンカカンカカン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 カカンカカンカンカンピーピーピーみたいな、そんなムードが現れてるんですよこの曲は。なんだけど今も言ったようにもうこんな速さですよ。それがアイランドビートでもいいかも。トンズクチャカチャカトンズクチャカチャカトンスター、素敵な風を集め、これでも全然いいけど、これ最初から最後までこのね16ビートとかアイランドビートだとかなりですね手首柔らかでやんなきゃいけないし、これちょっと難易度高いかなと思って、今日は8ビートバージョン、8ビートのチャでもこれかなり雰囲気出ますからね。波はジェットコースター、だからこれ歌により集中できると思うんですね。まず8ビートバージョンでやってみてください。で面白くなってきたら今度16ビートとかアイランドビートでチャレンジしていただくのもおすすめですけど、今日は8ビートのチャレンジかっこよく決めちゃいましょう。さあそんなわけで解説どんどん入っていきましょう。まずイントロなんですけど、これガズレレオリジナルのイントロです。ちょっと聞いてください。ワンツースリーフォーチャカチャーン、ジャッチャナリワー、はい、こんな感じがいいかなと思って、最初ジャーンって伸ばすんですけど、まあ、可能であればジャカジャーンってできればかっこいいよ。手首柔らかく、ジャカジャーン、ジャッチャジャジャッチャ、あ、これカッティングだな。カッティングが出てきました。やっぱりダッ左手で止めてですよね。はい、今のタイミングです。ダッダッダダッダー、じゃあもう一回最初からイントロいきます。ワンツースリー、はい、ジャカジャーン、ダッダッナリバー、こんな感じです。ダッダッナリバー、ちょっとこのカッティングが出てきちゃったね。さっきちょっと入れなかったんですけど、こっちも概要欄にねカッティングの濃厚解説レッスン動画があるんで、このカッティング、これがかなり深いことになってますけれどもね、ぜひやってもらうといいです。これ右手で止めるとね、ちょっと忙しいかなという感じで、まあ雰囲気です。難しい方は、ダンダンナリバー、これでいいですよ。はい、でやっていきましょう。で、今も言ったようにシンコペーションが入っている8ビートのチャなんですけど、シンコペーションが入ったり入んなかったりするんですよ。ちょっと最初やってみましょう。ナリバー、ジェット入らないでしょ。ここも入らないなら、ここは入る。君を咲いていいだと、おいわ入った。次入らない。ジェットコースター、時のレールは、次入るよ。ながら
入らない、入る、でここでだった抱いてて、ここもカッティングですね。だった抱いてて、矢印マークが入るとこと入んないとこがあるでしょ。これはよく見てください。ガズさんもここにですね、もう翻弄されまくりました。これはなかなかねすごいですよ。全部同じパターンだったらいいんですけど、入るところと入んないところがある。ちゃんと聞いて、しっかりこう研究してますからです。ここはちょっとこだわって入れるところは入れていきましょう。で、問題のね、今日一番問題のね、感想です。ちょっとね、やってみましょうか、そこね。僕の手をギュッとからやってみましょう。僕の手をギュッと、パッパッ抱いてて、レレンレンレレンレン。かっこいいでしょ。で G7 でダン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 、こんな感じです。カッティングいっぱい出てくるわ今日。さっきなんでカッティングって言わなかったの。さっきのところにもうカッティングって書いちゃうね今から。はい、カッティング入ってきます。今のところなんですけど G シャープ押し、デン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 、次 B、 デン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 、ここのなんか不思議なコード感楽しんでください。で G7 でダン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 、つっちゃつ、こんな感じです。ダンダンダン、つっちゃつ、このタイミングわかる？ワン、ツー、スリー、フォー、ダーダーダー、ツッチャッツ、こんな感じですね。夏はアミューズメントパーク。ここも矢印マーク入ったり入らなかったりですけどね。ここもね、なかなかすごいことなんです。ちょっと A メロ1枚やってみましょうか。せーの。夏はアミューズメント、ここ、はい。濡れた髪が踊るたび。次で入ります。この虹が飛び散るの後の C2 ブロックのここのフレーズが、ちょっとね、厄介というかね、面白い決めフレーズなんですよ。虹が飛び散るからやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。虹が飛び散る。こんな感じでアレンジしました。こういう感じで結構ニュアンス近いと思いますね。もう一回。虹が飛び散る。サスボタンツタン。わかる？虹が飛び散る。C のシンコペーションで。C アドナインス行って C サスフォー行って C です。もう一回よく僕の手見ててください。わかる？ CCC アドナインスサスフォー行って C、 このタイミングです。もう一回せーの。虹が飛び散るアドナインスサスフォー C、 はい、サーフって感じですね。ここは、A メロの1番と2番のところ全く同じです。海辺のシルエット、サスポーシー、なぜかって、ここ、また次、B メロに行くとき、ここシンコペーションですかね。So sweet, ha shy, ここのシンコペーションに皆さん、今日はやられてください。矢印見逃さないように。これがまたすごいことになりますからね。で、B メロこのままずっと行って、こう、シンコペーション確認しながら行って、ヒートミーの奥沈む真珠からやってみると、せーの、ヒートミーの奥沈む真珠探し合った、だった、何は、ここ、今のところは最後のところね、探し合ったのところで、もう G7 で、だだ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 だった、だだった、この、探しあった波はのところはイントロと同じですね。つまりね、沈む周期探しあっただっただだった、今のだったっただったはイントロと全く一緒で、またもう一回同じサビを、最初のサビをやって終わるというガズレでショートカットアレンジバージョンになっております。今ちょっと説明これで終了なんですけど、やってみたらわかりますけど、このシンコペーションが入る入んないのこのややこしいこと、なんかそこがでも面白いんですよ。このなんとか、なんて言うんだろう、このアスレチック、あるじゃないですか。次から次へとこう、関門がやってくるゲームをやってるような感覚ですね。これをですね、この、ジェットコースター、まさにジェットコースターみたいに、関門が次々やってくるからね、それをこう乗り越えていく、そういうお楽しみも味わっていただけると思います。まあ演奏方面ではね、こんなようなちょっと面白いような、複雑なような決めとかもいろいろ入ってくるんですけれども、やっぱりこれ、歌っていうのは歌詞とかね、歌の、やっぱメロディーがやっぱり中心になってますから、歌をすごい気持ちよく歌ってもらって、この歌詞のね、もうやっぱりこう、ほとばしる夏がよく表現されてます。ミュージックビデオもぜひね、YouTube に上がってましたから見ていただけるとですね、時代感もよく伝わります。そんな感じで夏、汗だくで歌いたい曲、やっていきましょう。キンキキッズのジェットコースターロマンスガズレレのかっこいいバージョン、やってみる！ 1, 2, 3, 4!
の元気キッスジェットコースターロマンスカズレレ流かっこいいバージョンやってみた。これはね気持ちがいい、できるようになると気持ちがいい。シンコペーションのあの感じがツボにはまるとかなり気持ちがいいんですよ。ドライブ感満載で、でまあやっぱり8ビートでやるのが楽しいかもしれないですね。で慣れてきたらいずれは16ビートバージョンもトライしてみてください。さあ皆さん、この本読んでいただけましたでしょうか。はい、ご機嫌ガズレレです。ガズがめちゃくちゃいいこと言ってるエッセイ本です。ご機嫌って書いてある。これね、もうご機嫌で音楽できる方法とか、これデイズですからね、毎日の日々の生活めちゃくちゃ楽しくなる、もうすごく素敵な言葉がたっぷり詰まってる本ですね。ぜひ読んでください。あとですね、楽譜の本もね、ガズレレではもう山ほど出してます。日本最大の音楽出版社さん、リッドミュージック社さんから、ずらずらずらーとこんな感じでね、たくさん本が出ているんですけども、すごいベストセラー、なってましてですね、今年2024年はね、なんと20万部を超えるということが、分かってきました。もうすごいことになってます。Amazon とかでガズレレって入れてもらうとうわーっとたくさん出てきますんで、皆さんちょっとお選びいただいて、ご利用ください。でね、これね、簡単アレンジの楽譜しか書いてないんで、皆さんかっこいいバージョンやるときはここのね楽譜に手で書いていくんですよ、このかっこいいバージョンのコードとか。そして世界に一冊の自分だけの本を作っていく、そういうスタイルになってます。今年の8月に新しいソングブック6が出る予定です。皆さんチェックよろしくお願いします。それとガズレレにはねアプリがあるんですよ。知ってました？ガズレシピというアプリなんですけど、携帯とかタブレットでね楽譜が読めます。で無料で取れる楽譜もあるんですけども、有料でねブロックになってて、最新楽譜でこっちの楽譜はガズレシピの楽譜はかっこいいバージョンも全部載っているということで、かなりですねボリュームたっぷりでございます。はい、詳しくまずねアプリのインストールが無料なんで、まずねちょっと探してください。ご案内も貼っとくんですけれども、でね、なんとこのねガズレシピの本も出てますから、はい、こっちも合わせてよろしくお願いします。はい、そしてガズレレとはちょっと違うんですけど、兄弟チャンネルガズピアノっていうのをやってます。鍵盤楽器で弾き語りしようよということなんですけど、世界で一番簡単弾き語りに特化したピアノ教室です。この私ガズが発明した、もう超簡単なピアノレッスンなんで、ほんとすぐできますからね。はい、これもね概要欄に貼っとくんで、ぜひガズピアノもチェックしてください。なんと本も出てますから、はい、これもご活用していただけるといいと思います。そしてガズレレのウクレレにはですね、この水引きだったり、ストラップだったり、 T シャツだったりキャップだったり、いろんな楽しいグッズがねもう山ほどあるんですよ。ぜひこのバナー、ガズレレ公式ホームページにあるこのバナーに行っていただくと、もういろんなね可愛らしいグッズがたくさん登場してますんでね、これここのガズレレ .com このホームページのねバナーなんですけど、このガズレレホームページよくチェックしといてくださいね。最新情報などいろいろ面白いことはここが基地になってますから、はい、引き続きガズレレ YouTube チャンネルよろしくお願いします。音楽聴くより野郎が最高、楽しんでいこう。それではよろしくお願いします。バイバイ。